今回も渡す本が山積みだよ、マルクと。この前私が言ったこと覚えてますよね。今回が3度目の人生だって。ああそうか、昔のお前について考えてみるって言ったよな。最近アンジェラにも聞いたけど、もしかしてロボトミーコーポレーションともちょっと関係あったりするのか。ちょっとどころじゃないんです。私はロボトミー社の指揮部署を担当してた AI だったんです。 AI？ 人工知能？待て待て、お前も人工知能なのか、アンジェラみたいに。ちょっと言い間違えました。人工知能ではないんです。生前の脳を復元されて再び人生を与えられた人ってところでしょうね。一瞬人工知能倫理改正案をこんなにも破ったのかと思って心臓バクバクしたよ。それだと頭が明日攻め込んできてもおかしくはないしな。頭というのは都市を管理してる機関のことをおっしゃってるんですか？そう、その頭。普段は何してるのやらって感じだけど、仕事は素早く確実にこなすって話だ。ずいぶんとのんきなんですね。私はそれなりに真面目な話をしてたつもりだったんですけど。ああごめん、いろんな目にあったせいで頭の中での優先順位がちょっと変わっちゃって。だからってマルクと君の話を無視したとかそういうわけじゃないから、気を悪くしたなら謝るよ。ローランも本当変わった性格してますよね。こういう風に考えるようになったのも俺なりの生存戦略だからな。それはそうと、ロボトミー社の指揮部署を担当してたって？あ、そうです。私もこう見えて歴史を担当してるじゃないですか。だから私の歴史から再び手繰っていったんです。とてもゆっくり聞いてくれますか？うん、長くて複雑な話はちょっと遠慮したいんだけど。この流れなら絶対に聞いてあげるって言わないとダメなんじゃないんですか？じゃあどうしてわざわざ聞くんだよ、普通に言えよ。どうせ俺が聞くって分かってるじゃんか。そうですね、私は欠陥を持ったままロボトミー社で指揮部署を担当しろって言われたんです。目を覚ますといつの間にか仕事が与えられてたんです。今までの自分がどんな人だったのかもわからないまま。でも過去にケリをつけられなかった痛みと後悔で胸が張り裂けそうになって、そして私は壊れたかのようにロボトミー社で倫理に反したことをやってきたんです。私に与えられた仕事だったので疑問を持つこともありませんでした。私の使命であるかのように思えたんです。私の努力が足りなかったからダメになっていくと、ただ漠然に感じながら、そんな歪んだ努力で他の人を死地に追いやってきました。ダダをこねるように強要ばかりしてきたんです。ほんと頭痛かっただろうな。わけもわからないまま仕事しろって言われて。ロボトミーで働いてて昔の記憶が戻ったりでもしたのか？戻ったというか、思い浮かぶようになったんです。今が3度目の人生ならロボトミーでの人生は2度目の人生です。そしてロボトミーで働いてた最中に私の感情が爆発して、最初の人生が思い浮かぶようになったんです。私が犯したたくさんの失敗と間違い、そして後悔。どうして私が努力に執着してたのか分かったんです。誰かに認めてほしかっただけなんです。私はこれくらい努力してるから、私は役に立ってるって。私は誰かに寄りかからないと立てない人だったんです。そうやって私の中のわだかまりを捨てて、やっと私の中の結び目が解けたんです。二度目の人生で最初の人生が報われたんです。だから間違いを犯して死んですごい後悔したけど、なんか復活して仕事をしてたらそのわだかまりが解けたって。簡単に言うとそんな感じですね。待てよ、全部そうなるとしてだな、年だからな。でも誰がお前を蘇らせたんだ？
ただ悟らせるためか？そうだと思います。私が未練を振り払えるように、私が救われるようにですね。わかってるなら正確に言わないとダメでしょ、マルクト。なあ、びっくりした。なんだよ急に飛び出してきて。全部聞いてたのか？あなたを救うためではないわ。あの人は自分だけ救われようとしてあんなことをやったの。あなたは私に利用されたわけじゃないわ。あの人の自己満足のためあなたたちが利用されたのよ。はあ、これ以上聞いてられないわ。アンジェラ、この辺りで眠ってもらわないとね。どうしてそんな顔をしてるの？あなたたちがあれほど望んでた休息でしょうに。そうはできません。私たちが今まで何のために努力してきたと思ってるの？努力ね、笑わせるわね。あれを努力だなんて言えるのかしら。あんたが私たちの光を持ってったのを指くわえて見てるだけとでも思ったか？私たちの光ですって。俺たちはお前に従ってるわけじゃないんだ。そうね、あなたはあのご立派な人に従ってるんでしょうね。決して無駄にするもんですか。やっぱり私の味方は一人もいないのね。そう心寂しく思うでない。私がお前と共に立とう。くそ、ビーナ、お前最後まで。これもあの者が招いた結果だろう。私はあの者が呼び起こした全てを良しとするのみよ。私が涙を流せる体だったら、嬉しさのあまり涙の一滴は落としたでしょうね。そなたの思うままに行ずるがよい。アンジェラ、欲望に目がくらんだ機械よ。君がこうしてはならないのだよ。していいか悪いかは私が決めるわ。いつまでロボトミーに縛られてるつもり？あなたは、あなたがどんな人だったか、どう生きたいかなんて興味ないみたいね。私の人生は人類を救うために。だから喜んで命も差し出したのよ。バカバカしい。へえ、また嵐が通り過ぎてったな。私の最初と2番目の人生は人々を救うために捧げたんです。そしてそれは今も変わりありません。私たちみんな人類のために全てを耐え忍んできたんです。ローランも私たちのことはバカだって思うんですか？俺は詳しい事情とか知らないし、人類の救済とか何とか言われてもよくわかんないよ。マルクト、君が本気でそれを望むなら俺が何を言っても意味ないのかなって気もするし。当然本気ですよ。私は一人にしてください。ちょっと考える時間が欲しいんです。わかった、ちょっと一息ついとけよ。あと次からはわざわざ敬語使わなくても楽に話していいから、うん、本の宅配です。今日は入る前に服装を整えたからな。来ましたか、アンジェラの犬さん。おいおい、まだ犬とか言ってんのか。あなたの持ってきた本は興味深かったです。裏路地の技術は布切れのように乱雑に絡まっているようですね。ゴミの山を活用した粗末な装備から半物質を利用した衣装まで、技術のレベルがごちゃ混ぜになっています。技術は尖ってるが、その恩恵を受けられるのは少数だな。資本によって分け隔てられるんでしょうね。金さえあればどんな病にも死なない時代だ。治療薬が増えたのはもちろん、まあちょっと高くつくけどな。得意点って神の真似事みたいな技術もできたしな。ロボトミーの得意点は何だったんだ？どうせ会社も倒産したんだし気になるな。厚かましいですね。どの道あなたになら話してもいいでしょう。何気にさっきからコケにしやがって。俺もそこまでバカじゃないからな。
ロボトミーの得意点は人間の心。不定形の概念を物理的に発現させるものでした。図書館も同じ脈絡で、人間の感情を物理的な力で発現させるんです。人間の感情は塊とみなせます。経験を積んで感情を作ります。感情が高まるとページを選び、最終的に自分の本、つまり次第に自我が作られていくんです。戦いと感情が激しくなればなるほど、自我はますます強烈になり、心の状態が表に出てくるんです。心が物理的に発現するとかな、ねじれと似た匂いがするな。何か言いましたか？いや、ただの独り言だ。とにかくこれも得意点ってことか。すげえな。だから余計気になるんだ。マルクトに聞いた話じゃ、お前らは昔人類を救う計画に参加したとか？そうです。一体どうやって救うつもりだったんだ？なんだ、空から金でも落とすつもりだったのか？それなら絶対みんな救われると思うんだけど。そんなくだらない方法ではありません。そしてあなたがそんな軽々しく口にしていいほどの犠牲で済んだわけでもありません。どうどう、落ち着けって。ここじゃ何も言えねえな。私たちは心を治療しようとしたんです。研究チームを率いてたカルメンって人がいたんです。カルメンは都市の人間がみんな心の病を患っていると言いました。この病はとても重く、このまま放っておけば少しずつ人類は自滅することになると。みんな火の中に飛び込んで自殺するのと大して変わらないと言いました。はあ？俺のフィクサーとしての勘から言うと、エセ宗教の匂いがプンプンするんだけどな。それを聞いて全員そうなんだって思って協力したのか？私もそれほどバカではありません。明確な科学的指標もありました。やはりあなたに細かく説明したところで意味ないでしょうね。天才のお出ましだな。まあそうだとして、人類救済は成功したのか？最後まで私のことをバカにするんですね。失敗したからこの有様なんですよ。ああ、まあそれはそうか。私が何よりも腹立たしいのは、人類を救えなかったからではありません。今まで私たちは数多くの悪行を成してきました。人類の救済というたった一つの目的のためにです。そうするためには仕方ないからと。あなたのように仕方ないと思いつつ、非倫理的な実験を行い、ロボトミーでは分かっていながら職員を死へ追いやりました。この醜い修行も、全てはもっと大きな目標のためと言いながら、でもそれが全て無駄になるんです。今までの犠牲は一体、私と仲間の痛みを全てアンジェラが奪っていったんです。もう疲れたのか？私と私の部署の職員はまだなせるが。笑わせるな。今度こそはぶっ殺してやるからな。ビナ、いくらあなたでも私たち全員を突破することはできません。なるほど、しかり。いかに私といえど、わずかな時間でお前たちを阻むことは難しいであろう。何か尖った術が必要だと見受けられるな、アンジェラ。そう言わずとも、ちょうど準備が整ったわ。クリフォド抑止力が減少。俺の権限が奪われた。幻想体が確率から放たれてる。各セフィアと該当部署はみんな私の指揮に従って、これから指揮チームが命令権を握るわ。ホクマーと設計チームはアンジェラがシステムを掌握するのを防いでください。わかりました。ゲブラーと懲戒チームはビナーを防いで。当たり前だ、任せとけ。ホノと教育チームは職員に現状に合ったマニュアルを。職員にお知らせします。非常対策マニュアルタイプ X です。
職員はこのマニュアルに従って対応してください。ネザクと安全チームは負傷者の処理に力を入れて。分かった、なるべく早く対応してみる。イエソドと情報チームは脱走した幻想体の弱点をすぐに識別して。寸分の狂いもないように分析してみせます。ケセドと福祉チームは一刻でも早くクリフォト復元力を復旧して。できるだけ早く復旧するよ。幻想体の脱走は俺の過失だ。負い目を感じてる暇なんてないわ、ケセド。ティファレットと中央本部チームは臨機応変に支援して。言われなくたって。お前たちが力を合わせる姿、目覚ましいこと。どれ、最後まで押しとどめてごらん。あなたは知らないでしょう。光が衰えないように必死であがいた私たちを、そして結局妥協してしまった私たちの罪悪感を。ああ、俺は知らない。ただアンジェラを手伝うだけだ。俺はあいつが目的を果たせるならいいんだ。過程はどうあれ、結果さえ出ればいいんですね。あなたはやはりアンジェラと同じで自己保身に走ることしか考えてないんです。本当に都市らしいですね。心の病を患っている典型的な都市の人です。都市の技術がどのような犠牲の上に成り立ったのかも気にせず、当面の利便性だけを求めて技術を使うんです。それが自滅を呼び起こすことを知らないまま。お前らが言う心の病ってそんなもんだったのか。結果より過程が大事だって。無双かって素人ばっかだったのか。どうせお前生まれは素なんだろ。技術と得意点の代償が何かは俺が誰よりも身に染みて分かってる。そしてお前らが言ってるその心の病、得意点がどんな原理や代償を使用するか知らないまま技術の恩恵に預かってるだけだって。そうしたいからじゃなくてそうするしかなかったんだ。企業は隠すし、消費者は質問することを諦めた。疲れたんだよ。その日暮らしも大変なんだよ。やはりあなたとは話が通じないようですね。ああ、ちょうど俺も同じこと考えてた。これだけは通じたな。あなたが何と言おうと、私は当然すべきことに目をつぶっているのだけは嫌です。どうもどうも、今日も出来たてほやほやの本をお持ちしやした。こんにちは、ローラン。いつもお疲れ様。ほんとそうだよ。どこぞの図書館長さんがこの苦労を大いにねぎらってくれたらいいんだけどな。アンジェラとはうまくいってる？まあそこそこ。たまに怖い時もあるけど、それなりにはやってけてるな。アンジェラってあなたと話してる時が一番気楽そうに見えるのよね。そうか？まあ今までの司書はみんなアンジェラのことを嫌ってるみたいだし。この前言ってたよね、それはそれでこれはこれだって。私やっぱりそうは考えられないみたい。もしそうならアンジェラをただ嫌わないといけないのに、無条件に憎しみをぶちまけることができないの。ああ、めんどくさい道に行っちゃったか。それはやっぱりアンジェラにもアンジェラなりの痛みがあるから。そう、誰もがそれぞれの事情がきっとあるの。たとえ悪事を働いたとしても、断片的な振る舞いだけを見て判断したくはない。だから私は理解してみようと思うの。もはや天使かよ、天使。イエソデやネツアクも君みたいに優しいならどれほど良かっただろうな。私いい人に見える？それは分かんないな。優しい人といい人はまた別物だし。そうだよね、私いい人じゃなかったの。あ、もしかしてマルクトが言ってた最初と二度目の人生の話か？マルクトはそういう風に言ってたのね。そう、
私の最初の人生は悲劇だったの。みんなそんな感じだったな。人類を治療するために研究してたって？私のせいでたくさんの人が死んだの。え？君が司書としてうまく戦えてるとはいえ、昔に誰かを殺したような匂いはしないんだけど。そう見える？私は直接殺したって思ってるわ。私が頭に密告したの。私たちがどんな実験をやってるのか、それと同時に恐ろしいことをやっているって。そして頭から派遣された調律者が研究室に教習してきて、たくさんの仲間が死んじゃった。私はその事実に耐えられなくて極端な選択をしたの。何があったんだ？私はマルクとイエソド、ネチャクが研究室で死んでいく姿を見てるしかなかったの。そして実験に参加して死んだあの子も。それだけじゃないわ。いろんな人に薬物を投与して、その変化と副作用を記録して。都市の中で？いいえ、研究室は外郭にあったの。頭の目を避けるために。うん。ローラン、やっぱりあなたから見ても私は全然いい人じゃないよね。いや、俺が今顔をしかめたのは理解できなかったからだ。人をちょっと殺して研究してただけで、頭の調律者が直接出向いたって？それも都市の内部じゃなくて外郭で。そこがありえないんだよな。本当に調律者だったのか？私はそう聞いたわ。実際ロボトミーで二度目の人生を送った時に事実だって分かったし。うーん、俺の理解を超えてってるな。ローランはやっぱり変なところで悩むのね。私のことを裏切り者って責めるかと思ったのに。そりゃあな、俺が生きてきたところじゃ裏切りは日常茶飯事だったし、あと本物の裏切りってのはもっと残酷なもんだ。ほど、君は巣の出身か？うん、巣で生まれて巣の学校を出たわ。他の師匠か？大体はそうよ。裏路地と外郭出身が一応いるけど二人くらいね。みんなエリートかよ。どうしてこんな妙な人生になったんだろうな。でも素での人生を手放して外郭の研究室で働くくらいなら素人っていうのもあれか。みんな度胸や覚悟はあったんだな。みんな熱意あふれてたわ。そして私はみんなの熱意を裏切った。ってことはつまりアンジェラをむやみに嫌いになれないのは自己弁護ってことか？そうみたい。私もかつて大きな過ちを犯したけど、今はもっと良くなりたいの。もっといい人になりたい。誰でもそうなれるって思うの。でも同時にアンジェラを許せないって気持ちもあるわ。もう2日も経ったわ。思ったより耐えてくれるわね。当たり前よ。私たちが眠れって言われてそうやすやすと眠ってあげるとでも思った？時間の問題だ。そしてその時間がお前にとって一番大事なんだろ。職員の被害がひどすぎるわ。再生の稼働率も限界だ。私はあまりにも長い間耐えてきたから、2、3日くらいなら瞬く間に過ぎていったの。でもこの2日はとても長く感じるわね。アンジェラ、お前の個人的な欲望に由来するそやな行動は意味をなさないだろう。前とは違うのよ、ゲブラーや。
エゴというものを知らない時とは違うのさ。福祉チームと懲戒チーム職員全滅しました。どうせあなたたちは計画通り7日間の光をまくことはできないわ。いくら長く持ちこたえても4日それくらいでしょうね。そして私は 2,3 日分の光しか得られないの。何がどうあれ互いにとって悪い結果になるだけよ。要点は何だ。一つ提案するわ。私行きたいの。アンジェラは取引を提案したなの。そしてその提案に多くのセフィラが反対したの。セフィラ？あ、セフィラっていうのはロボトミーの時の指定使者の呼び方よ。この階に眠っていた9人の指定使者のこと。そうか、確かにみんな反対したみたいだな。だからアンジェラが嫌いってわけか。私とマルクとイエソド、ネツァク、そしてホクマーは反対してたわ。残りの4人は賛成したってことか。完全にアンジェラの味方がいなかったってわけじゃないのか。積極的な賛成ではなかったわ。保留っていうのが正しいと思う。ちょっと待てよ、アンジェラはもっといい方法を思いついたのにどうしてみんな反対したんだ。笑えるでしょ。私はその真っ最中にも、私が死ねば全ての荷を下ろして償うことができるって思ってたの。待て、ちょっと待て。そのアンジェラがパーにした計画ってのが終われば全員死ぬのか。うん、私たちはみんな作動停止になって望みを叶えたまま眠りについて終わるべきだったのよ。へえ、みんな恐ろしいことを当たり前だって思ってたんだな。ローランはいつも変なところで驚くのね。最後まで逃げた私のことを責めてくるのかと思ったのに。いや、まあそれは当たり前だし、俺って思ったより強い人じゃないからわかるよ。まとめると、アンジェラを防いだ時は君に課された最後の食材だと思って反対したけど、今になってちょっと考えてみたらアンジェラを見守ってもいいってことか。うん、そう。私には結構重くて辛い話だったけど、うまく整理したのね。まあ部外者って立場からだと軽く見えちゃうのはどうしようもないんだよな。でも話を聞いてくれたおかげで私もいろいろと整理できたわ。聞いてくれてありがとう。いやいや、そんな、これも俺の仕事じゃないですか。知ってます、芸術は酒と切り離せないってこと。ああ、芸術はひらめきだってみんな言ってたな。結構僕と通じるところはありますね。あ、これはまた新しい酒だな、アブさん。これまた芸術とは切っても切れない酒だって言われてますね。担当分野も芸術ですし、仕事をうまくやっていくならこれくらいの刺激は必要ですよね。ね、これきついけど怖くてきたな。でも俺たちこの前みたいにアンジェラにお仕置きされるんじゃないか。それはその時考えましょうよ。あ、そうだな。あと敬語はなしでもいいよ。あなたとはこういう風に話すのが一番楽なんです。お好きなように。見てください、この緑色の酒。都市の芸術もこの酒と同じです。刺激的なだけの模倣、模倣の模倣なんです。むしろオリジナルってものに意味があるのかわからないんです。僕も何かを模倣したものでしょうし。そもそも都市でオリジナルとか芸術とかに意味があるのかもわかんないな。芸術家って自称してるやつらは大体イカれてる。
既存のよりも強い刺激が入れば芸術だって錯覚してるみたいだ。俺がこの酒を芸術だって感じてるように。それならピアニストはどれほど強い刺激だったんでしょうか。灰色の都市を剣隊から叩き起こした、鳥肌が立つくらい美しい音楽だったって聞きましたけど。さあ、確かなのは今までになかったくらい強烈な刺激だったってことだ。まだ何人かはその強い酒の二日酔いから覚めてないし。あなたは？俺もまだ二日酔いなのかって？そんな音楽聞いたこともないんだよな。それにしても思ったより芸術が気に入ったみたいだな。そうですね。もし違う人生を生きられたなら、僕は絵を描きながら過ごしてたかもって思います。絵か。感情を思う存分声を出さず静かにぶちまけられるじゃないですか。ただそうやって満足しながら暮らせたかもしれません。そんなネザクがどうして人類の治療ってご立派なところに足を踏み入れたんだろうな。ですよね。僕もわかんないです。誰かの力になりたかったみたいです。どんな人だ？一目惚れの初恋の人とかか。恋だったんですかね。そうだとしても叶わぬ恋だったでしょうね。それでも希望を持っていたんです。僕によって何かが良くなるって。僕が僕の人生を手放したら誰かがもっと大きな希望をつかみ取れるって。それで研究に足を踏み入れてアンジェラに反対したんです。そろそろこの膠着状態を終わらせてもいいんじゃない？4日目よ。これ以上時間を稼ぐならあなたたち全員すぐに処分するしかないわ。私は賛成。どうせこのままじゃ勝算もない。こんな中途半端な出来損ないの光を完成させようと剣を振るってきたわけじゃないんだ。ゲブラ、どうして賛成なんかできるの？全てを失うかもしれないのに。私も賛成するわ。絵の具の死はこんな中途半端な意味を持ってはダメなの。私は全てを失う可能性のある賭け事は選びません。アンジェラ、君の言う通りなら今までここで死んでいった職員も生き返るってことか。そう、あなたたちと職員は新しい体を得て目覚めるの。だからといって僕らと職員たちが味わった苦しみが忘れ去られるわけじゃないんだ。私たちの努力も。この取引が成立したとしてもしばらく結果のみを留保させるだけだ。君が私たちをまた裏切らないってどうやって信じればいい？裏切った？呆れて笑いも出ないわ。私たちがこの光をどうするか仲良く約束でもしたことって一度でもあったかしら？なかった。だからこの約束は守るわ。どちらにせよあなたたちも私も完全な光が必要よ。私は今すぐにでもこの光を使うこともできるけど、できれば完全な光が欲しいの。もっと生きたいの。あなたたちはこのまま死ぬかどうかはわからないけど、私は生きたいの。そして知りたいの。世界と都市を知っていきたいの。アンジェラ。光を完全に回収できた時、その時になったらあなたたちの思うまま私を裁くといいわ。もちろん私もまた立ち向かうでしょうけど、私の取引の提案はここまでよ。反対意見がないなら今すぐにでも進めるわ。私は再び番人となって君を見張るからな。どうやら意見はまとまったようだな。私もこのまま終わらせるつもりはないから心配しないで。人生が再びあなたたちを呼び起こすから。
しばらく目をつむって。死にたいって簡単に口にする人は嘘ばっかり。誰よりも生きたいから、むしろ死にたいって言ってしまうんです。でも本当に死ねる人は誰よりも静かに消えてしまうんです。アンジェラが生きたいって言った時感じたんです。僕も生きたいって。死にたい人がどこにいるってんだ。死ぬ前にみんな後悔してるみたいだし、まあだいたいそう思う頃には取り返しはつかないけど。よくご存知ですね。職業柄そんなことを何回か見てきたんだ。生きたいって差し迫った気持ちを目の当たりにした時、僕がロボトミーで守れなかったたくさんの職員の死が頭をよぎったんです。人類を救おうというのに目の前の人間は救えないって皮肉なものです。そして考えるようになったんです。もし僕がこれから生きていけるなら何をしたいかってことです。いい考えだ。次を考えるのはローランはどうですか。ここから自由になったらまたフィクサーをやるんですか。まあそれはちょっとずつ考えていかないとな。まだ道も遠いし、お互い頑張ってこうか。さあまずは乾杯。いいですね、乾杯。セルマ、俺のおかげで南部支部長の地位を守れたんだし、恩を返すべきじゃないか。ああ、そういう取引だったな。今度は何を望むんだ。お前のところでこのリストに書かれたやつを処理してくれ。そろそろ見つけられる気がするからな。どれも尋常じゃない依頼ばかりか。まあでもこんな仕事ならニカが最適だろ。そうだな。だよね。俺はいつもセルマを気遣ってるんだって。花協会が都市疾病に指定した図書館もリストにあるのか。図書館は俺が目をつけている案件だからな。ローラン、あなたの言う通りならこれから組織と翼のゲストを迎えるための徹底的な準備が必要ってことよね。ここで経験したことの中で3番目にびっくりしたよ。また何馬鹿げたことを言うつもりなの。ローランって呼んだじゃんか。あなたの名前はローランでしょ。いやそれはそうだけど、今まで一度も名前で呼んでくれなかったじゃんか。あなたに対する信頼が上がった上、友好関係のためにもっと親密な呼び方をしてみたの。何か問題でも。まあつまんないな。でも名前を呼ばれたのは久しぶりだな。直近じゃそう呼んでくれたのは家族くらいだし。おばあさんは昔いなくなったって聞いたけど。まあ俺には妻がいたんだ。不思議ね。俺でも結婚できたことに対してじゃないよな。人間の非効率的な結婚という行為が不思議なんだろ。話してちょうだい。ちなみに重くてつまんない話だぞ。別に聞きたくはないと思うけど。誰かの新しい話は歓迎よ。自分のことはまともに話さないくせに。その話は私の口からは言えないわ。耐えられないし、もううんざり。回し車のように繰り返してきた退屈な1万年の話よ。同じ本を100万年もの間読むなら、あなたもきっとそうなるでしょうね。俺ならつまんない本を5回読んだだけでもネクタイで首吊ってそうだな。まあ俺は狂ったように仕事ばっかりやってきた。他にやるもんもなかったしな。生まれ育った環境のせいかは知らないけど、フィクサーの仕事って結構俺と合ってたんだよ。無我夢中で仕事ばかりやってたら、いいところに家も買えたし、よく言う運命の片割れって人にも出会ったんだ。ほんと気が強くてな。自分の家を手に入れた時には何も感じなかったけど、その人の背中を見てると
俺の心の拠り所はここだって、なんだかそんな感じがしたんだ。あいつの関心をちょっと引こうと思って、本当にいろんなことやってきたんだよな。あ、長く話しすぎたか。大丈夫よ、続けて。でも仕事が仕事だから話しかける機会は多かったんだ。ちなみに俺の妻は結構地位の高いフィクサーだった。根拠もなしに頼もしいってわけじゃないからな。とにかくほんとたくさんの吸ったもんだの末に俺は彼女と結婚したんだ。簡単に聞こえただろうけど、ほんと苦労したんだからな。お互いアクセクして稼いだ金はあったし、血と肉が飛び交うフィクサー家業を辞めて平穏な日々を過ごすことにしたんだ。ちょっとありきたりな表現ではあるけど、その後は本当に幸せだったんだ。ずっと一人の人生だったのに、心を預けられる人ができたから。お互いの悩みといっても、お昼にどんなものを食べて、夕方にはどこに散歩しに行くか、子供にはどういう名前をつけるのがいいか、そのくらいしかなかったな。でもある日、友達から急な連絡が来て、しばらく遠征に行くことになったんだ。察しがいいなら予想はついてるかもな。別に大したことでもなかったし、報酬も良かったから行ってくるって言ったんだ。妻も快く受け入れてくれたし、妻はパジョンがすごい好きだったんだ。俺が派遣されたのは美味しいパジョンで有名なところだったけど、見送りの時に妻が必死によだれを我慢してたっけな。俺はその期待に応じて大枚はたいて、勇者の現状保存用の保管容器まで買って、熱々のパジョンを丁寧に持って帰ったんだ。でも帰ってみれば、俺の住んでた区域で大きな事故が発生してたんだ。家はもう崩れてたし、妻とお腹の子は死んでた。俺ずっと大泣きしながらこの世と都市を呪ってたんだ。どうして俺が精一杯あがいて手に入れた幸せって、こんなたやすく手からすり抜けていくんだろうって。はい、これでおしまい。こんなことは都市にいる誰もが経験するもんだって。耐えられるか否かってだけだ。あなたは耐えられなかったの？俺なりにけじめをつけようとはしてる最中かな。2番目に驚いたことは何なの？ああ、ここでの仕事が思ってたより合うってこと？一番びっくりしたことは、また今度教えるよ。全部教えちゃったら面白くないじゃんか。あら、そうですか。残りの本は任せるわ。皆様ごきげんよう。今日も共に礼拝を始めましょうか。新しい信徒の方がいらしたようですね。どんな悩みを持ってここへいらしたのですか？これ以上都市で生きていく自信がないんです。もう疲れたんです。どういった点がそんなにお辛いんですか？全部荒涼としてるんです。私も人生も毎日朝6時に起きて8時までに職場に行って、同じ顔で同じ仕事ばかり繰り返してるんです。仕事が終わればだいたい10時を回ってるし、自分が何をやっているのかよくわからないんです。稼いでるのに月ごとにお金が出ていくせいでたまりもしないんです。行きも帰りもみんな同じ顔です。私たちはどうして働いてお金を稼ぐのか、なぜ生きるのか、目的を失ってる気がするんです。ただの歯車なんです。ええ、本当そうです。ただ歯車のような人生を送っているんです。この都市で私という部品がなくなったとしても、そのうち新しい歯車に付け替えられるんでしょうね。私って何なんでしょうか？私の存在価値はどこにあるんでしょうか？その気持ち、わかります。都市すべてが目的もなく回る歯車のようなものです。その真ん中にいればすり減っていくんです。だんだんと。そうです。その通りです。でも、本当に歯車は悪いものなんでしょうか？はい？
問題は自ら歯車ではないと否定することです。私もそうでした。父を失い反抗していた時期があったんです。父も歯車のような人生を送ってきたんですよ。いつも同じ時間に起きて同じ表情で、そして同じ場所に行って同じ時間に帰り、父は歯車の研究をしていました。まさにあなたのような問題を解決するためでした。一つのものばかり見ていればそれに似通うのでしょうか。取り組むほど父のおでこにはまるで歯車の歯のようなシワが深く刻まれ、そうして父は最後までトシの錆が出た歯車のまま誰かに殺されて人生の幕を下ろしました。そんな。私は考えました。私たち本当は都市の歯車なのに、私たちの存在を否定したせいで苦しんでいるのでは。でもそんな人生には意味がないじゃないですか。目的もなしに呼吸だけしながら毎日回り続けるだけの歯車だなんて。まさにそれです。目的のない歯車ということが問題です。歯車にも目的があるんですか？はい、もちろんです。それぞれ生まれた目的に合わせて回ればいいのです。あなたにしか務まらない歯車が必要なんです。私たちは皆歯車。ただどこでどうやって回るべきかわからないせいで悲しんでいる歯車が多いというだけです。それはそんなの信じられません。こちらの方をご覧ください。あなたが普段見てきた都市の人と同じ顔をしていますか？いえ、みんな幸せそうです。信じてください。はい、私これ以外には。さあこちらへ。あなたに人生の意味を与えますよ。この椅子に座ればいいんですか？はい、楽に座ってください。この椅子はあなたがどのような歯車なのか教えてくれるのです。これ本当に大丈夫なんですか？もちろんです。あら、あなたは考えの歯車ですね。考えの歯車ですか？考えの歯車として人生の目的を与えられる人はとても貴重なんですよ。今私を手伝っている方たちです。ちなみに私の父も考えの歯車なんですよ。じゃああなたの頭の後ろにある歯車が父なんです。いつも私に懸命に生きていく方法を教えてくださるんです。何より肉の歯車の方には考えの歯車が必ず必要なんですよ。まさか私が文字通り歯車になるんですか？痛みはほんの一瞬です。無垢な充実感が伴いますから。皆さん、今日はとても希少で貴重な考えの歯車の方が新しくいらっしゃいました。待って、こんなのだって知らなかったんです。歯車が回るよ。人生は回る。あの人が歯車の教団の教祖エイリーン。いろんな歯車を見てきたんだが、考えの歯車ってのは初めて聞いたな。今行ってるのがその儀式らしいな。歯車を後頭部に刺せば賢くなるって？ほんとバカな真似するもんですね。さあどれどれ。司教会のユジン部長の頼みが。歯車の教団の信者10人射殺および教祖無力化後の確保。司教会2課のユジン部長がうちの事務所に直接仕事を依頼するなんて、何かあるのか？いつまであの光景を見てないといけないんだよ。今すぐに撃っちゃダメか？待て。ああ、なんて美しい考えの歯車なんでしょう。この方は特別に私と共にしましょう。目的を与えられた歯車がどれほど幸せなのかきっとわかりますよ。ええ、はじめはみんな辛いのです。少しだけ回ってみるのですよ。
はい、他の方とゆっくり一周ずつ一周ずつ。私の父がきっと親身になって助けてくれるはずです。そうですよね、幸せですよね。私もとても嬉しいです。信徒の皆様、今日も迷える歯車お一方が幸せの道へと行きます。両腕を広げ父に感謝を。感謝を。はい、気をつけてですって。今だ。何ですか、どういうことですか。これは歯車の方々が。おやめください。どなたかは存じ上げませんが、どうか私たちをそっとしておいてください。私たちは与えられた人生に従って幸せに生きたいだけなのに。あの教祖とやら、なんであんなに狙いづらいんだ。本人の意思で避けてるようには見えないな。まるで奇跡を予測してるようだ。あの考えの歯車ってのが狂ったように回ってるな。畜生、一発いくらすると思ってんだ。玉木、歯車が回るパターンを読めば可能だ。肩にかすった。俺が仕留める。ロジックアトリエの弾丸、みんな懐も寒いのに結構つぎ込んだんだね。青い三教。あなたは、父がずっと私に伝えてくれた方って、まさかあなたなんですか。うん、そうみたい。俺、あなたが必要なんだけど、俺と一緒に来てくれる？はい、当然です。私という歯車はずっとあなたをお待ちしてました。ありがとう。ダメ。とりあえずあの子たちからブルーとエイリーンのこと頼める？逃げろ。何がどうなってんだよ。青い残響がどうしてここにいるんだよ。俺も知らないって。くそ、見た感じ俺たちのことを殺しに来るだろうな。この仕事が失敗すれば金を稼ぐどころか弾丸代で全部パーだぞ。さっき見ただろ、青い残響が弾丸を弾いてたの。俺たちがどうにかできる相手じゃない。今このまま逃げて命だけでも守らないと。そろそろ入り口だ。やあみんな、一体誰がこんな可愛らしい依頼をしたんだろうね。くそ、左に走れ。ああ、こんな遅いんじゃ使い物にならなくないか。どこからかお前らを助けてくれる救いの手でも差し伸べられてこないのかな。くそ、銃を捨てるべきか。正気か？いくらしたと思ってんだ。捨てるのは絶対に無理。いつまでも隠れてるわけにはいかない。リーベ、これなんだ、招待状。この前花が都市疾病に指定した図書館だかなんだかってやつか。ガヤガヤ集まってるの見てて面白いね。寒さに耐えるため集まった可愛いひよこみたい。青い残響、俺たちがお前の仕事を邪魔したのなら謝る。ここで見たもの、あったことは全て忘れるから、俺たちを見逃してはくれないか。はあ？じゃあ誰がこの仕事を任せたのか言ってくれる？10秒あげる。9。ああもうリーベ、その招待状で何とかしてみろって。6。誰かペン持ってるか、サインしないといけ。ああ、ペンならここに。落ち着いてやって。4。ゲス野郎、早くみんなサインしろ。3。さあこれから本番といくかな。ええ、青い残響。赤い霧と似た名前ね。ああ、
二人とも花協会から色を授かったフィクサーだ。一級フィクサーよりも上だ。そんなすごいフィクサーがもう現れたなんて不思議ね。フィクサーにもイカれたやつはたくさんいるが、頭のイカれ具合で青い残響の右に出る者はいないな。結構有名なのね。有名だな。頭のネジは外れてるけど実力は確かなんだ。そうね、銃弾も全部防いでたし。だからみんななるべく銃は使わないんだ。そこそこ実力あるやつに対して銃で対処するには限界があるからな。確かに今まで訪れたゲストの大多数は銃器を使ってないわね。どうして使わないのかしら。高いんだ。やばいくらい高い。だから非効率的だし、銃も銃で高いけど、あのかわいそうなやつらの言う通り弾丸の値段がバカにならないんだ。弾丸の製作にそこそこ費用がかかるみたいね。もちろんそれもある。でも一番話にならないのは頭が銃器に課す税金だ。銃ごとに違うだろうけど、普通の弾倉2つの価格とそこそこ使える銃の価格が大体同じだ。事務所単位で弾丸を備えておくより、事務所全員に強化施術を施した方が安上がりだろうな。性能と効率で考えるならまずありえないな。自然と銃と弾丸を扱う工房も探しづらいし、おまけに取得までがものすごくややこしいって噂の銃器類製作免許を取得した工房でしか作れないから。どうしてそうなったかはわかる？俺の推測だけど、簡単に殺せないようにしたんだと思う。何を？人間を。そんな思いやりがあったとはね。ああ、もちろん頭と都市が人命を大事にするってわけじゃなくて、人間が人間を簡単に殺しちゃ面白みがないって哲学。まあそんな感じかな。笑えるわね。銃じゃなくても人間を面白みもなく殺すことはできるのね。まあそうだな。ここまでは来なかったが。誰かの手のひらで踊らされている気分だな。青い残響には全部お見通しだったみたい。今すぐにでも殺されなくてよかったと思うしか。はあ。ステファン、あんまり緊張しないで。緊張するしかないだろう。せっかく逃げた場所がわけのわかんない図書館だし、俺たちの弾丸も残り少ないだろう。ここで死のうが、さっき青い残響に殺されようが、結局は同じだ。それなら当然、もうちょっと後で死ぬのを選ばないと。どうせ人間はいつかみんな死ぬ。今死ぬのと別段変わりはないだろう。それもまあ合ってるか。心配しないで、私がうまくやってみるから。歓迎いたします、ゲストのお方。ポンチャース。間もなく死んであなたの本になるステファンです。このお方は元気がないのですね。本になるか本を得るかはあなた方にかかっています。はーい、力強い応援どうもです。あんたのせいで空気重くなったじゃんか。お気になさらず。私たちは先ほど逃げてきたばかりなので、私たちは用事が済んだら引き上げます。心中お察しします。様々なゲストがそれぞれの事情でここに来ますから、あなた方より無礼な方もいらしたのでご心配なく。青い残響にしろこいつにしろ、どっちも妙に嫌な感じがするんだけど。いっそさっきの青い残響にきれいさっぱり殺された方がまだマシだったかもな。オウムみたいに同じことばっかベラベラ喋ってないで、早く入って。そうせかすなって。どうかあなたの本が見つかりますように。ステファンってやつは結局本になったか。あの程度で最後まで世界を恨むとか逆に気の毒だな。世界を恨むのが間違ってるって思うの？いくらでも恨んでいいさ。心が弱いせいで自分の不幸に対する責任を世界に押し付けるのが気の毒って意味じゃないから。俺もその世界に生きてるのがもどかしいってことだ。
なるべく世界のせいにはしない俺が気の毒だってな。私はこの世界を呪ってる。俺もだ。はあ、今日の公演は妙にスッキリしないね。おインク、もっとリズムに乗らないと。この9区は音楽の聖地なんだよ。ピアニストの聖地なんだって。ああもう俺なりにベストを尽くしてるんだって。もしかしてヒーホーが言ってたことまだ気にしてるの？気にしてないわけないだろう。図書館に行けば二度と演奏できないかもしれないんだ。楽しい音楽で全部吐き出しちゃえよ。おインク、これからもそんなくだらないことに気移りしてそんな演奏を続けるっていうのならあんたを楽器に使っちゃうからね。賛成。こんな早い段階で雑念にとらわれてしまって演奏がお留守になると本当に困るの。あんたたちはまだ新入りだから知らないでしょうね。私の時は一度でも演奏してみたいからいろいろと苦労したってのに。私とコッコ、ワウ、そしてヒーホーはその時に聴いた美しく恍惚としてしまうあの演奏を再現するために全てを手放して芸術だけに専念できる音楽隊を結成したのよ。いつまでそんな締まりのない演奏をしてるつもり？ピアニストの演奏？ああ、僕もあの時の甘美な演奏が忘れられなくてセブン参加に辞表出して音楽隊に入ってきたんだ。僕の全てを手放してでもそんな演奏をしてみたいんだ。そうだよ、都市全体に響いたあの幻想的な旋律を思い浮かべてみろよ。10万余りの人間で作られた巨大で雄大なピアノ、筋が一つずつ弾かれ紡ぎ出された美しい旋律。人間が奏者によってどれだけ美しい音楽を紡ぎ出せるのか、ようやくその時に悟ったの。特にフィナーレに至るフィクサーとの合奏、激烈な合奏の果てにフィクサーたちもピアノになって音楽に溶け込んだんだろう。俺もその場に入れたらよかったのに。おほん、その場で直接公演を見た私に言わせてもらうとフィナーレは本当に美しかったのよ。楽譜と音符が言葉通り目の前で広げられたの。その楽譜の上に沿って突っ走りながらピアニストに突っ込んでいったフィクサー、そして一人一人音符に埋もれて体が弾けて死ぬこともできずかぐわしい音符を吹き上げながらピアノの一部になったの。そして一人残った最後のフィクサーは一番丁寧に解体され、赤い音符を撒き散らしながらこの世で一番魅惑的な音を紡ぎ出したの。そう、その演奏こそ私を貫いた天井の演奏。まあ最後に黒い沈黙がピアニストの手首と首をちょん切ったせいで台無しだけど、私もその演奏の一部になりたかったのにね。はあ、ほんと羨ましいな。俺は事務所の中で遠くから聞こえてくる演奏をぼーっと聞いてるしかなかったんだが。僕もやりたい。爪の先くらいの曲でも演奏してみたいんだ。でもなんだよこれ、いくら楽器のくるぶしを砕いて弦を弾いても皮骨から肉をえぐり出してもあの演奏にはちっとも似ないじゃないか。それにヒーホーとコッコがああ言ってたし。いいえオインク、焦りすぎちゃダメ。ピアニストの演奏に比べたら私たちの演奏は爪の赤ほどもないけど、
でもだんだん似た音が出てきてるのよ。心血を注いで毎日演奏を続ければきっと至るはず。コッコとワウ、そしてヒーホーの演奏は美しかったでしょ。あいつらの演奏は素晴らしかったな。次の公演に向けての準備で旅してるから、しばらくの間は聞けないだろうけど。うん、いつか僕もそんな演奏ができるのかな。ヒーホーに頼まれた図書館の仕事を処理してから一緒に話し合ってみよっか。ヒーホーがもうすぐ今までにない盛大な公演をやるだろうって言ってたのよね。それに図書館なら新しい音楽が見つかるかもしれないでしょ。うん、僕もヒーホーが言ってた盛大な公演ってのが楽しみだ。どれどれ。よし、今度の公演は大型スーパーみたいなところでやろっか。オインクってこういうところ好きでしょ。俺もスーパーにはいろんな楽器があるから楽しいんだ。ありがとうミヤオ、ありがとうムームー。僕もっと頑張ってみる。よし、みんな道具は持った？ピアニストは死んでもイカれた奴らを量産していったんだな。壊れたものからこの世で一番美しい演奏が始まる。君もピアニストの演奏が聞きたいのか？まさか、そんな音楽は飽きるほど聞いたわ。あんなイカれた奴がまだいるのか？似てるけどちょっと違うわ。そういうあなたはピアニストの演奏を聞いたの？当たり前だろう。むしろあの日、都市であのふざけた音を聞かなかった奴のが少ないだろうな。演奏が俺を貫ききれなくてえぐられたくらいかな。あと、いや、あんな演奏はもう二度と思い浮かべたくないから。とにかく音楽をやってる奴らにまともな精神が組み込まれてる奴はいないってことだ。みんな終末へと導く演奏が好きなのね。あいつらにしか理解できない世界でもあるんだろうな。猫は？にゃーにゃー。豚は？ブブーブー。ウサギは？キーキー。悲しいな。歓迎いたします、ゲストのお方。私はここの館長兼。ムームー、そんな落ち込まないで。でもウサギにはこれだって鳴き声がないんだってば。僕たちがつけてあげればいいんだよ。いいわね。みんな本当は何をやっているんだか。でも青髪のあんた何やってるの？入れてもくれないし。機械ごときがいつまでお客様を待たせてるんだよ。え？めっちゃうろたえてるじゃんか。真っ赤な血まで流すのね。血を流しても中身は機械の塊だ。気持ち悪いな。次は足を折るかもしれないから早く中に入れろ。なんだよアンジェラ、どうなってるんだよ。その血は、お前は血を流せない体だったんじゃ。そうね、それに本来の体ならこれくらいの衝撃は何ともないはずなのに。傷口は大丈夫か？まだ問題はないわ。でも傷つけられるのってひどく痛いものね。まさか本当に人間に近づいているってのか？自由を得るための姿に近づいているんでしょう。心配するほどではないわ。師匠、お茶はいつものを用意しました。ありがたくいただくよ、フィリップ君。あの、師匠。おやおや、旧友のあいつの話がこんな風に入ってくるだなんて。それにしても今日は一段と茶の味と香りが濃くていいな。はい、ありがとうございます。
給油の話ってどういうことですか？フィリップ君、図書館について聞いたことはあるかね？はい、教会で都市伝説に指定された事件だとは聞きました。ついこの前都市疾病に昇格したそうだ。ツバイのロッカがやられたとな。ってことはそのご友人というのはまさか？そうだ、ウォルターだ。こいつも図書館で眠りについたようだな。お前さんな、あんな上に登ろうとあがいてたのに結局はこのざまか。残念ですね。ツバイの同期だったってお聞きしました。きっとおつらいでしょうね。何がおつらいだ。ウォルターのやつは前からずっと目障りだったんだ。はい。器の小さいやつだったな。頭をそれなりにひねってるようには見えたが、考え方が偏ってた。しかも文末ごとにハテナをつけて質問してくるから、どれだけ尺に触ったことか。でもバカとハサミは使いようって言うだろう。世当たり上手なのか運がいいのかは知らんが、ロッカから落ちずに済んでよかったな。いつもの嫌なサンファ茶の匂いだ。今日はやけに強いね。どうも先輩。フィリップ、日に日にサンファ茶を入れる腕前がメキメキと上がってるみたいね。そうだ、フィリップ君の腕前は素晴らしいな。わしも真面目に練習して妻に入れてやらないと。ありがとうございます。どうしてそんな微妙な顔で笑うの？サンファ茶ばっかり入れるために来たわけじゃないでしょ。ユナ君、フェリップ君は実力も秀でている。その証拠に5級フィクサーにもなったではないか。サンファ茶を入れる腕前も審査に入れるなら、1級はもちろん色も授かっただろう。ああ、フィリップ君が色をもらうのなら、このサンファ茶に浮かぶ君のように真っ黄色だろうな。わしの好きな蓮行の色でもあるな。師匠、お願いですから変なこと吹き込むのはやめてください。フィリップが真似したらどうするんですか？とりあえず千本の針の依頼は終わらせてきました。すごいですね先輩、単独で都市伝説級の依頼も片付けるだなんて。最後は危なかったな。どこで手に入れたのかはわからないけど、脳幹収束共鳴器であいつらの体が一つの塊になったの。その中で建物は溶けていくし、バカみたいに射出される針に当たった人の体が爆発して修羅場だったし、ほんと死ぬかと思った。しかもそのバッグには。やはり昨日の約束が糸を引いてたのか？ええ、そうみたいですね。正直信じられないけど、魔法というものが本当に存在しているようです。針ごとに変な文様みたいなのが刻まれてたんですよ。そしてそんな増幅器なんて聞いたこともありません。少なくとも私の知る限りでは。それでも無事片付けられたじゃないか。ユナ君もこの事務所の自慢だよ。どうしてか私がみんなを養ってる感じがするんですけどね。しかも事務所は巣にあるから家賃もとりわけ多いし。今度の依頼費じゃ足りないって分かってますよね？それなら問題ない。これから3ヶ月は心配なさそうな仕事を受け持った。都市疾病くらいのやつですか？そうだ、都市疾病ですか。どういう仕事なんですか？私たちだけで片付けるんですか？図書館とのことだ。くさび事務所に連絡はしたが、用事があるのか忙しいようだね。一旦こちらの事務所単体で片付けるとは言ったよ。そうだ、それに今回の依頼はツバイ協会から直接受けたまわった案件だ。どうやら戦闘に長けた事務所が必要らしいな。
わかりました。それじゃあ連絡します。頼むぞ、ユナ君。僕にとっては初めての都市疾病クラスの案件ですね。そうだな、フィリップ君。都市疾病級の依頼は初めてだろうけど、そう緊張するな。わしやユナ君を見て覚える。良い学びの機会だと思った方がいいだろう。今回の件がうまく片付けば、この前みたいに師匠の家でホームパーティーでも開きましょうよ。ユナ君のおかげで餓死する心配はなさそうだな。私って食べっぷりいいじゃないですか。師匠の料理の腕前は最高ですし。ホームパーティーですか。どうしてそんな泣きそうな顔をしてるの、フィリップ。都市疾病の依頼を受けることにもしかして緊張してるの。いえ。張り合いないな。先に準備してますね。フィリップ君、この件が終わった時にでも少し二人で話してみないか。はい。悩み事でもあるようだからな。わかりました。あのじいさんはまだフィクサーやってらっしゃるのか。知り合い？大したことじゃないけど、昔いくつか軽い借りを作ったことがあるんだ。しかも経験豊富なフィクサーだからな。結構前のことだけど、若かった頃に煙戦争である程度名を馳せたフィクサーのうちの一人だ。確かに人脈が結構広そうだったわね。まああの時と比べると俺みたいに落ちぶれてるけど。あなたよりはうまいこと言ってるみたいだけど。そうやって事実を突きつけないと気が済まないんだな。中は結構それっぽいね。深夜の水蔵バーガーの件で襲撃した工場と結構雰囲気が似てますね。もうその件は思い出すのも嫌なんだって。ここのどこが似てるっていうの。その工場もそんな怖いことが起こってた割にこんな小ざっぱりして雰囲気が。フィリップ君、先ほど飲んだサンファ茶を戻すところだったよ。すみません。歓迎いたします、ゲストのお方。会えて嬉しいよ。きっと君がアンジェラだろう。はい、ここの館長兼司書です。君を殺すにはどうすればいいんだ。私も気になりますね。そうかそうか、面白い冗談も言えるやつだったか。司書、別に長話する必要もないんじゃないですか。ミズ・アンジェラ、あれほど多くの死を貪りながら楽に終えられるとは思わないことだ。それはお互い様のようですね。それではあなたの本が見つかりますように。あのじいさんは年食っても変わらないな。相手はあなたのこと覚えていなかったみたいだけど。フィクサーがどれだけ多くの人と出会い別れると思ってるんだ。それを全部覚えてられるのはすごいことなんだって。しかもただのフィクサーじゃなくて顔の広いじいさんみたいな人にはもっと難しいだろうな。わざわざ覚える必要もないけど。あるいは年が年だからボケてたのかもしれないし。じゃああなたはどうして知り合いだって言わなかったの。俺はただ面倒を起こしたくないだけだ。こんな場所で顔見知りだって知ってもお互い差し支えるだけじゃんか。戦場に出て敵に向かっていきなりこんにちは、俺3年前君の友達だったんだけど覚えてるって聞いたら絶対戸惑うよな。気にも触るし。そんな風に縁と切れ目がはっきりしてるのは嫌いではないわ。そうだな、情にしがみつくのはとっくにやめたし。それと何度も言うけど、表じゃお互い冗談を言い合っててもいつ背後を取られるかわからない世界なんだ。そういう現実は誰よりもあのじいさんがよく知ってるだろうな。東方、奥場事務所がワープ列車に乗ったよ。あいつらにちゃんと観測装置つけておいたんだよな。うん。ボロ、観測状況はどうだ。ダロクも手伝ってくれてるけどどうもうまくいかないな。今回の件で糸口でもつかめたらいいんだけどな。今更だけどこれうまくいくんだよな。何度目だよ。
足がつかないルートで2億案すぐ受け取れるんだって。杖事務所が提示した取引だから信じてもいいはず。信じて疑わないんだな。金をもらうといってもずさんなやり方で得意点の秘密に触れようとして尻尾つかまれたら保険金も何もなしに人生一発アウトだって。 W 社の後ろには R 社がいるし、そう怖くなるのもわかる。だからってここで辞めるのか。辞められないからこのざまなんだろ。ワープ列車5分後に出発するって。どう考えても気乗りしないんだって。奥歯の奴らにつけといた変な観測装置で本当に因果を調べられるのか。杖事務所が直接くれた装置でしょう。都市じゃ数少ない貴重な装置だって。そしてその性能はこちらで確認済みだ。都市に異次元みたいな技術が多いとはいえ、こんな楽に使える技術があるわけないんだけどな。さあ出発したよ。よし、これで10秒待てばいい。9、8、まだ因果なんちゃら記録装置が無事作動してる。7、7、待てよ、これ変じゃないか。失踪した、観測不可状態だって。ワープ列車に乗ってたのに消えたったよ。まだ到着もしていないってのに。装置に問題があったに違いないって。やっぱりそんな楽に使える技術があるわけないだろう。責任転嫁しないで。機械が故障したわけじゃないって。正常に作動しているからきっと中で何かあったはず。もしかして得意点に問題が発生したとか、何かを察してわざと機械を壊したんじゃ。そう簡単に壊せる機械じゃない。そんな力がある奴らでもなかったし。本当にそうかわからないだろう。もしかしたら W 社が得意点の秘密が漏れないよう妨害電波を発信したのかもしれないだろう。杖事務所の連中はこんなことすら調査しなかったのか。やってられっかよ。2億円に釣られてこんなデタラメなことやってるとか。そろそろブツブツ言うのやめてよ。俺が思うにこれと関係ありそうなんだが、注目しろって言ってるかのごとく奥歯事務所の本がある。ありえない、消えてから1分も経ってないのに。図書館なら。ああ分かってる。フィクサーにしろ組織にしろ会うたび図書館の話ばっかだし。もうどうするんだよ、あの変な場所に俺らも入ろうってか。他に方法がないでしょ。2億円に命を懸けたくはないんだって。確かにもらえるわけでもないし。あいつらの本を読めばあの中で何が起こったのかわかるかもしれないしな。ここで変に面倒なことにならないといいんだけど。やっぱり得意点について知ろうとする人がいるのね。当たり前だろう。得意点がもたらす金がどれだけすごいと思ってるんだ。 L 社も得意点の秘密を隠すのに結構苦労したんじゃないか。煙戦争後に設立された環境に優しいエネルギー会社、おかげであの煩わしくて息苦しい煙が消えたんだって。言ったでしょ、私は閉じ込められたまま台本を読み上げていただけって。もし得意点がどういうものか突き止められたらすぐに奪われるものなの？まさか。あいつらも自分で使うわけじゃないし、手がかりでも掴んで他の翼や巨大な組織に渡すんだろうな。その後は得意点の弱点を口実に金を巻き上げるはずだ。得意点は特許が出願されてるし、すぐ使うには危険すぎる。何よりその特許は頭が管理してるし。結局全部お金ね。それはさておき、俺はこの前のあのワープ列車がどうなったか気になるんだけどな。ゲストを迎えるのが先よ。この内部も明確な観測がなされないな。結果は見えても過程が見えないのは最近流行りのねじれと同じだな。めんどくさ。歓迎いたします、ゲストのお方。どうして奥歯事務所の本を持っているんだ。確かにワープ列車に乗っていたはずだが、それも数秒の間だけ。
一体どうやったんでしょうね。得意点を暴くことに多大な労力を要するように、図書館の秘密にも大きな対価が伴うでしょうね。当たり前のことを聞いたか、アホクサ。何がどう転がってるんだか。得意点と相違ないというなら、図書館や本もそれなりの金になるってことか。どうかあなたの本が見つかりますように。L 社は環境に優しいエネルギーの生産、 W 社は早くて確実な移動手段。それなら R 社の得意点は何だと思う？効率的に殺人マシンを作り出すのが得意点だろうな。 R 社を利用してた君の方がよく分かってるんじゃないか。何度も言ってると思うけど、私はそんな些細なことまでは知らないの。その時はそこまで知りたくもなかったし、それでも見た感じでは確かに多数のウサギというものと個々の戦闘力を考慮すると、あなたの言う通りでしょうね。ズバ抜けて強いとは言えなかったけど、中で起こったことをいい感じに片付けてくれたから。じゃあその仕組みは何かしら。 R 社の首脳部じゃないのに分かるわけないだろう。みんなひた隠しにしてるし、ねじれにせよ幻想体にせよ、過程は見えず結果だけって言っただろう。他の得意点もそんな感じだ。結果を消費するだけ、過程は誰も知らないってことね。そっちのが気楽だからな。技術を使うとき問題が起きない限りは気にしないんだ。金を払う人は金さえ払えばいいし、別に気にする理由もないだろ。エル社もそうじゃなかったのか。そうよ、結果のみが必要だったから。その過程でどれほど多くの犠牲を払おうが、ちゃんと進行さえすればよかったの。そっちもそうなら他の翼もそう変わらないだろうな。おい、本持ってきたよ。毒蛇みたいな誰かさんがまた何か言いそうだから、本だけ置いて帰ります。誰から聞いたんですか？何が？今度はまたどんな言いがかりをつけるつもりだ？毒蛇のことです。そりゃあ鋭い目つきで刺すように睨んでくるからな。俺の知り合いにもお前みたいな性格のやつがいたんだけど、そいつのあだ名が毒蛇だったんだ。面白いですね。私も昔は毒蛇と呼ばれていました。やっぱ人間って考えが似たり寄ったりになるんだよな。まあでもお前は俺が知ってる人よりも薄味だからな。褒めているんですか、けなしているんですか？どっちかっていうと褒めてるよ。ああだこうだ言ってお前はまっすぐだから。以前編集症的な執着で私と周囲を追い込んでいたことがありました。ロボトミーコーポレーションで？その通りです。そこでは小さな失敗も大きな人的被害につながりましたから。気をつけるべき時に厳しく行動したって悪いことはないだろう。私は常に冷静でいたかったんです。怒っても悲しくても隠そうとばかりしていました。それでより一層人々に規律という名目で冷たく接してきたんです。俺に冷たく接してるのもそういう理由か？いえ、むしろ逆です。今やってることに耐えられないから黙ってアンジェラを手伝うあなたに怒ってるんです。ガブリエルと呼ばれていた私の最初の人生で、私はこの世をもう少しいい場所にしたいと思っていました。技術の進歩で人々の暮らしが便利になることを望んでいました。でも何ですか、このざまは。ロボトミーでは得意点という名目のもと人々を幻想体に作り替え、その上その幻想体に捧げることでエネルギーを得てきました。そしてその過程は今も変わりありません。光を集めると言いながらまた人々を殺して本を得ています。苦痛と情報を交換しているんです。まるでこの都市では誰かの苦痛なしに誰も楽をできないとでも言うかのように。さっき俺が言っただろう、イエソド、お前はまっすぐだって。俺としてはどうしてそんな面倒くさい生き方をしてるのか理解できないけど、だから逆に思うんだ。俺がやられた分誰かが楽に生きてるだろうから、
俺は当然その利便性を真っ当に利用する権利があるって。あなたらしいですね。そう思ったところで心が軽くなりますか？どうしろって？それはそれで、これはこれなのに、それでもお前の心が曲がってるなんて言いたくはないんだ。正しいんだ、正しすぎるんだ。だからトシとも俺とも合わないんだよ。あなたも私のことを情けなく思ってるんでしょうね。だから俺にはできないけど、お前ならできると思ってるんだ。この局面を変えるためにはどうにかしてこの底辺で粘り強く耐えないといけないから。そうやってたらいつか誰の犠牲もなしに働く技術を君が作るかもしれないだろ。ここまで耐えてきたのにまた沈黙しろってことですか？もう一回だけ耐えてみようよ。今度は変わるかもしれないだろ。あとロボトミーと今を比べると良くなったものが何一つないわけじゃないだろ。そうですね。少なくとも私の指示に従ってくれた昔の職員と一緒に働けますね。ほら、良くなったのが一つくらいはあるじゃんか。そうやってだんだんと変わっていけばまた違う結果になってくるんだろうな。もちろん俺にはそんな考えは一切ないから、俺には強要するなよ。めちゃくちゃですね。でもローランの言う通りです。良くなったものが何もないというわけではありませんし、もっと良くなれるならいつまでも耐えてみます。俺の分までお願いしてもいいか？それはちょっと検討してみないとですね。ほら、優しすぎるんだよな。アンジェラはバカ言うわって言っただろうな。あなたと話をすることがただ不快なことばかりというわけではなかったですね。そうそう、俺にもいいところあるだろう。あと楽な話し方でもいいよ。私はこれが楽ですので。やっぱりそうだよな。とにかく頑張れよ。ありがとうございました。今日は酒の匂いがしないんだけど。飲んでませんから、今日だけはシラフで痛いんです。ふん、どういう風の吹き回しだ。酒をおごってもらえなくて残念そうな顔してますね。ブチャー、顔に出ちゃったか。特別な日なんです。今日は僕が世界で死んだ日なんです。そうか、今日は何日だ。ここにいると時間感覚がだんだん薄れていってな。何日かは大事じゃないんです。今この瞬間がその日なんです。最初の人生でジョバンニが死んだ、全ての過程を知ったんです。そういう意味だったのか。ローランは歯車の教団の人たちが間抜けだと思いますか？どうにか人生の目的を見つけようとエセ宗教に入るのが間抜けだとは思わないな。かわいそうってだけだ。僕もそう思います。僕は両親なしに育ったんです。俺もだ。ばあさんの手で荒っぽく育てられたんだ。僕は素で生まれて両親が誰かもわからないまま施設に託されたんです。多分裏路地のどこかだったらとっくに死んでたと思います。運よく巣で生まれて、運悪く両親なしに育ったんですよ。どの巣だったんだ。鶏舎の巣でした。無難らしい巣のうちの一つだな。はい、実際平凡でした。人より少し不幸で、人より少し運が良かったんです。飢えながら育ったわけでも、いじめられて育ったわけでもないです。どんな刺激もない真空状態で生きてきたんです。何の意味もなしに呼吸してきたんですよ。それが当たり前だと思ってたんです。みんな僕と同じ顔をしていたんです。学校や道、巣の中で人々の表情はみんな同じでした。焦点を失った目だろうな。そうです、本当にそうだったんです。こうやって生きてたらあんな風に行くんだなって。そうやって呼吸だけしながら生きてきたら、僕が人生初めて見る顔の人に会ったんです。おお、それがお前の初恋だったのか。
そうみたいですね。正確に言うとジョバンニの初恋ですけど、道の真ん中で興味なさそうに通り過ぎる人たちに必死に何かを言ってたんですよ。その人が言ってること、実は耳に一つも入ってこなかったんです。ただ人間ってあんなに輝きながら生きられるのかということだけを考えていたんです。これ一目惚れだな。一目惚れ。その人は自分がこの世界と人間を変えると必死に訴えてました。そして手伝ってくれる人を探していたんです。笑えませんか。巣の中での人生を捨ててそんな実験に参加するわけないじゃないですか。お前は参加したけどな。そうですね。ジョバンニみたいな人が一人や二人引っかかることは知ってたみたいですね。あの人は、その人の名前はカルメンでした。カルメン。カルメンの人生がやりがいで満ちた姿を見るだけで僕も生きてる心地がしたんです。ずっとこの人のそばにいたいって思いました。でも彼女にとって僕はいい弟や友達、もしくは仲間に過ぎず、それ以上の感情はなかったと思います。片思いか。切ないな。僕はそれでも構わなかったんです。このまま生きていけるならいいなって思ってたんですよ。でもそうだな、その研究チームに悲劇が訪れたって。はい。ゆっくり研究の進展はなく、カルメンはだんだんと正気を失っていったんです。そして研究室のエノクという子が実験中にこの世を去って、彼女の中で何かが切れたみたいなんです。僕は何かしら力になりたかったんですけど、正気を失ったカルメンの顔を見ると僕がこの世から消えた心地がしてとても怖かったんです。そしてカルメンは自らこの世を去ったんです。悲劇的だな。ショックだったよな。受け入れられないわけではなかったんです。むしろ淡々としてました。誰よりも生きてきた人が誰よりも早く悲惨に行くんだということを考えていたんです。僕は研究室を離れず、カルメンが望んでいた研究を手伝い続けたんです。希望を手放さない仲間が残っていましたから。そしてある日、カルメンを蘇らせられるかもしれないという話が出たんです。素通りできない話だっただろうな。そうです。そして対価が伴っただろうな。永遠に目覚められないかもしれない実験でした。誰も進んで立候補しなかったけど、僕は参加すると言いました。実験が成功してカルメンが生き返るならそれが一番。逆に僕が永遠に眠ることになってもそれでよかったんです。カルメンがいなくなった人生で僕はまた光を失ったんです。だから僕は歯車の教団みたいな極端な方法である、人生の目的を見つけようとする人たちが理解できます。僕も同じで死ぬかもしれない実験に参加しましたから。そして結果は失敗しただろうな。はい。僕は二度目の人生で熱悪として目覚めてロボトミー社で仕事をしたんです。人生に対する執着なんて目を閉じる前に捨てたのに。そして声が聞こえたんです。どうにか生きていけって。それでもいろんなことがあってここまで来たんです。生き続けるという勇気を持ったまま。感心するよ、熱悪。そしてこれからは呼吸だけの人生じゃなくて本当に生きてみたいんです。そういう機会があるならの話ですが、もしかしたら今度はできるかもしれないって感じがしますね。世界は思ったより広くて醜悪なものも多いけど、美しいものもきっとあると思うんです。
酒を浴びるように飲んでたのもどうにか日々を耐えようとしてたからか。そうです。でも酒の味も好きなんですよね。俺もだ。じゃあ一杯やりますか。いいね。今日を記念して乾杯するか。